バリー・スミスは存在論と健康情報学の研究者である。1970年から1973年まで、スミスはオックスフォード大学で数学と哲学を学び、1976年にマンチェスター大学で博士号を取得した。博士論文のテーマは、フッサールとフレーゲにおける指示の存在論。1976年から1994年にかけて、 シェフィールド大学、マンチェスター大学、リヒテンシュタイン国際哲学アカデミーなどで教弁を取った。1994年にニューヨーク州立大学バッファロー校に着任し、哲学でジュリアン・パーク特別教授及び健康情報学、計算機科学、神経科学で非常勤教授を務めている。また、ニューヨーク州立健康情報学、 生命科学中核的研究拠点の研究員も務める。2002年から2006年まで、スミスはドイツのライプツヒにあるフォーマルオントロジー医療情報科学研究所の創立者、ディレクターを務めた。同研究所は2004年にザールブリュッケンに移転した。2002年、スミスはアレクサンダー・フォン・フンボルト財団からウォルフガング・パウル賞を受賞した。2010年、 トリノ大学から第一回、パオロ・ボッツ存在論賞を授与された。2014年、アメリカ医療上法学カレッジのフェローに選出された。スミスは500を超える学術論文を書いており、その中には15冊の編著書が含まれる。また、1992年から2016年の間、学術誌、ザ・モーニスト、アン、インターナショナル・クオータリー・ジャーナル・オブ・ゼネラル・フィロソフィカル。 インクワイアリーの編集委員を務めた。スミスの主要な研究領域は、存在論とその応用で、特に健康情報学への応用に取り組んでいる。次に挙げるように、健康情報に関する専門用語と、電子的健康情報記録に関する様々なプロジェクトに携わってきた。ベーシックホルマルオントロギープロジェクトのリーダー、オーボファウンドリーのコーディネーティングエディター。 遺伝子オントロジーコンソーシアムの学術アドビザリー、ボードメンバー、生命医科学研究のためのオントロジー、帯ワーキンググループのメンバー。加えて、感染性疾患オントロジー、タンパク質、オントロジー、情報人工物オントロジーなど、特に生命医科学分野における様々な存在論リソース研究に貢献している。最近では、軍事領域におけるオントロジーに関連した。 イニシアティブに取り組んでいる。2008年から2010年まで、アメリカ陸軍ネットセントリックデータ戦略中核的研究拠点の支援を受けたプロジェクトでテクニカルリーダーを務め、ユニバーサル・コアセマンティックレイヤーを構築した。2010年からアメリカ陸軍インテリジェンス・情報戦争総局が支援する一連のイニシアティブに取り組み、クラウドを用いた インテリジェンスデータの意味論的向上フレームワークの構築を行った。2014年からアメリカ空軍研究所の計画、ミッション保障、ライフサイクル管理についてのイニシアティブの協力者を務めている。またそれに関連してジョイントドクトリンオントロジーを構築するプロジェクトにも携わっている。スミスはペルーのリマにある自由。 民主主義研究所ディレクターのエルナンド・デ・ソトと共同し、土地所有権と社会発展のオントロジーの研究を行った。さらに、国際連合環境計画と共同し、環境データの統合におけるオントロジーの役割について研究した。スミスは次に挙げる機関などから、計1200ドル以上の資金援助を受けている。アメリカ国立衛生研究所。 スイスとオーストリアの国立科学研究基金、フンボルト基金、フォルクスワーゲン基金、欧州連合、アメリカ防衛省。2005年、スミスは国立オントロジー研究センターを設立し、同センターの講演により2006年にはインテリジェンスコミュニティのためのオントロジーを創始し、現在はステズ会議を年に一度開催している。また、スミスは、 国際生命情報オントロジー会議の創始者でもある。1992年、スミスはザ・タイムズが身に当てた公開意見書を共同執筆し、ケンブリッジ大学がジャック・デリラに名誉学位を与えたことを非難し、デリラが学位を受ける資格はないと論じた。ありがとうございます。